ウィニングオール TV スタート。僕あんまり J リーグを見てこなかったんで、一番初めに見に行ったのが多分小学校の低学年ぐらいの時に、多分セレッソとレッツの試合を見てました。セレッソホーム、柳沢さん、なんかかっこよかった。あ、でもお父さんがカズさんが好きやったんで、ずっとカズさんのカードは机の上にこう飾られてました。まあ、じゃあ入るときですね。で、僕サッカー全然チームとか知らなかったので、もう関西のチームしか知らなかった。あとまあレッド、イメージないです。あの知らなかったんで。そうですね。まあ今時代がそういうサッカーが流行ってるんで、まあそのサッカーを今年はやりそうだなっていうのを僕は感じたので、ハイプレスで行ってっていう。でも僕はそこの守備っていうのは僕の特徴なんで、そこを出しつつ、まあそうそう、もっと攻撃的なサッカーができればいいかなと思います。時代が一旦後編にようやくついてきたと。そうですね、はい。今まではなんかこう一人で守備はこう頑張ってたんですけど、やっぱりチームとして前からこう行くぞっていうのを、多分昔にはなかった戦術っていうか、そういうのが最近こう流行り出してるんで、すごいなんか個人的にはなんか楽になった感じがします、今までより。そうです。もっと、攻撃的なサッカーを、しないといけないと思ってますし、もっとゴールに向かう回数を増やして、見てる人が面白いサッカーをすることが、まあ、僕たちが J1 に上がるために必要なことだし、その見に来てくるお客さんが、より楽しめるサッカーだと思うんで、そこをどんどん追求していきたいと思います。悩むな。この2人ですね。もう完全に着物を。ウィニングオール TV の YouTube もぜひ見てください。お願いします。